はい、皆さんこんにちは、さやです。今日はですね、またまたシンさんでお買い物をしたのでご紹介していこうと思います。今回からですね、シンさんで検索しやすいようにですね、シンさんのホームページの検索のところで、今からですね、検索できる ID、商品 ID をですね、紹介する商品のこの上の方に ID を表記していこうかなと思います。で、見逃した方のためにも、一応概要欄の方にも、商品名と金額と ID の方を記載しておきますので、もしね、気に入った商品があった場合には、すぐに ID を、審査のホームページの検索のところに入れてもらうと、同じ私が買ったのと同じところの商品が出てきますので、そちらの方でお買い求めの方よろしくお願いいたします。まずはですね、はい、こちらのですね、カッターマットを購入してみました。こちらがですね、ランダム商品になっていまして、1つ167円となっております。で、一応メモリの方がですね、7センチ ×7 センチのメモリになっていて、ちっちゃいタイプのカッターマットなんですよ。で、こちらはブルー、水色かな、はい、が届きました。いろんなカラーがあってランダムで届くよっていう商品なので、まあ、カッターマットはね、何色でもいいかなと思ったので購入してみました。で、こちらですね、ちょっとしたこうマステとか切ったりとか、そんなにこう大きいカッターマット出さなくてもいいよっていう時にこちらを使おうかなと思って購入してみました。で、続いてご紹介するのがですね、こちらになります。これもね、可愛くて買いました。こちら5ピース入ってます。花パターンブックマークとなっております。で、金額の方が174円ですね。で、このブックマークなんですけど、ここのお花がカラー違いなのが何個かありまして、私が買ったのはこのピンク、赤いバラの入ってるものを購入したんですけども、ね、ランダム商品じゃないんです、これね。ランダム商品じゃなくって、その好きなね、このお花の色に合わせて購入ができるので、こちらはね、ちょっとおすすめですね。私いつもこういうのはね、ランダム商品結構多いんですけど、ランダムじゃないっていうのはありがたいなと思います。よいしょ。こちらがバラ。ここ可愛いですよね、クリアなタイプ。こちらがチューリップかな。で、こんな感じのお花の、一応ローズとかって振ってあるんですね、下にね。ドライフラワー、これはん、なんかわからない、私の知らない花かな。はい、こんな感じでね、5種類入っています。ブックマークね、ちょっと可愛いので購入してみました。で、続いて購入したのがですね、こちらになります。こちらですね、50ピース入ってるホロアウト花デザイン素材ペーパーだそうです。お値段の方が288円になっております。こちらの方ですね、ちょっと売り切れ間近ですよっていうなんか通知みたいなのが来ちゃって、もうすぐにね、買わなきゃと思って購入した商品です。デザインはね、こちらのデザインになります。ゴールドになっていて可愛いレースペーパーですね。こんな感じで使おうかなと思います。はい、可愛らしい。で、意外とね、これは結構切れ目とかも綺麗にカットされてるので、使いやすそうです。可愛いですよね、文字が。はい。で、続いて購入したものがですね、こちらですね。これね、ちょっと箱に入ってるんで、何かわかんないんですけど、ランダムパターンの木製スタンプになっています。お値段の方が387円となってましたね。で、こちらランダムなので、届くまでね、何が届くか、ちょっとね、お楽しみですよっていうものなんですけど、私に届いたのはこちらのスタンプです。可愛いですよね、木製しっかりしてて使いやすそうです。はい、これをね、使ってコラージュを楽しみたいと思います。はい、で、続いて購入しましたのがこちらです。
2023、こちらですね、数字プリントのランダム卓上カレンダー、お値段の方が344円となっております。でこちらの卓上カレンダーとはなってるんですけど、これねすごくね小さいです。手のひらにこんな感じで乗る感じです。で、はい、こんな感じでね、ここのねカラーがなんか違うのがね何パターンかあったんですけど、こんな感じで2023年の1月1日からですね。あ、ちょっとやばい、取れそう。あ、いっか。こんな感じですごくちっちゃいカレンダーです。で、デザインの方は全て同じになってます。こんな感じで。毎月毎月違うわけじゃないです。同じですね。これが、ちょっと取れそうですね。危険。で、これはね、ちょっと日記とかに使いたいなと、まあコラージュとかするときにちょっと使えるかなと思って買ってみました。かわいい。で、これね、卓上カレンダーにするにしてはちょっと小さいので、ほぼ日とかこうやられる方にはすごく向いてるかなと思います。ただね、シールじゃないので、まあ、自分でね、糊をつけて貼るっていうような感じで使おうかなと思います。で、続いてご紹介するのがこちらです。こちらはですね、12シートカレンダーステッカーです。お値段の方が195円です。で、これはね、マステ素材になってますかね。で、こちら1月から12月まで1枚のシートで1ヶ月っていうような形でついてます。大きさの方はね、こんな感じのシールです。マステ素材ですね。トレペ素材じゃないですね。で、わかります?これなんかちっちゃくなんかこれね、丸つけられるようになってるんですけど、丸つけられるようになってる。はい。ちょっと戻しときましょう。1月1日はね、祝日なので赤ですね。で、あとは全部黒ですね。祝日のお休みだけが赤で記されてる感じになっていますね。はい。こちらはですね、私のなんちゃって家計簿行きになります。はい。で、続いてご紹介するのがこちら。これもめちゃめちゃ気になってる商品でした。40ピースのレトロ人物グラフィックランダムステッカーです。お値段の方が188円。で、こちらですね、いろんなカラーがね、あるんですけど、私に届いたのは、ブルー系のね、ランダムステッカーでした。同じか。2枚ずつ入ってるんですね、多分。なので、実際、柄は25柄っていう感じですかね。でも可愛いですよね。これね、ずーっと気になってて、やっと買ったかなっていうような感じなんですけど、これのね、赤とかもね、ちょっと可愛らしかったんですよ。ちょっとレトロ風な感じのデザインだったりとかがあって、ワンピースとかも可愛いですよね。はい、こんな感じのブルー中心のねデザインの人物ステッカーです。で、大きさ的にも使いやすそうでいい感じですね。人物ステッカー私他にも持ってるんですけど、全然使い切れていないのでどんどん使っていきます。はい。
で続いてご紹介するのがこちらです。これもずっとカートに入れててなかなかね買ってなかった商品の一つです。60枚ヴィンテージ新聞デザインランダム素材紙ということで、お値段の方が250円になっています。こちらはランダム商品なのでね、これも何が届くかちょっとわかりませんっていう感じのものですね、はい、でこんな感じの新聞デザイン、かわいいんですよこれ。でトレペがね、これ結構厚口のトレペのやつもあります、ね、これはシールとかじゃなくって普通の紙ですね。2枚ずつ入っています。感じのデザインでした。でカラー的にもすごくね使いやすそうなカラーのものが届いたので、ランダム商品としては私的にはすごく当たりだったかなと思います。はい、こちらですね。で続いてご紹介するのが、はい、こちらになります。こちら60本フラワープリントランダムステッカー、お値段の方が290円となっています。でこれね結構いっぱい入ってるんですよ。ちょっと全部お見せできるかな。あ、やばい。でこちらはですねトレペ素材のステッカーになっています。こんな感じで音でわかりますかね。トレペ素材のステッカーですね。これはね、ちょっと全部見せれないかなと思うんですけど、すんごい枚、60枚、全部60から違うのかな？あ、違いますね。あのね、2柄、同じ柄のやつがこうやってあったりするんですけど、可愛いですよね。でこれ結構大きめなシールですね、今回買ったのは。でランダムなんですけど、これね何色があったかなと思ってちょっと忘れちゃいましたけど、大きいですよね。結構ねざっくり大きく使えるシールが欲しくって、今回ねこちら購入してみました。これ多分ねリピートするかも。でもランダムだから同じ色が来るとは限らないので、まあ同じ色が来てもね気に入ってリピートしてるから、そこに関しては全然いいかなと思います。使いやすそうなお花。今ね私赤ちゃん抱っこしすぎて腕手首やっちゃってるんですよね。
これ2回目です。この間先週かな、もう手首やっつけて両手首に湿布貼ってインスタ上げたんですけど、もう皆さんの心配してくださるね温かいお言葉に感謝でございます。ただのね、本当ありがたい叫びなんですよね。この赤ちゃんの重みでね、腕がやられるっていうのはすごく嬉しい痛みであるんですけど、実際ね、その腕痛めた後に抱っこするのって結構至難の技で、またまた痛いんですよ。あの手首追い打ちしてやられるっていうかね、まあ、経験ある方はすごくわかるわかるって多分ね思われる方いるかなと思うんですけど、めちゃくちゃ重くなってきて、もうなんかそんなに一気に重くなって大丈夫っていうくらい一気にねドーンと重さが増してきてるんです最近。うちのベイビーちゃん、まあ、可愛いからいいんですけど。手にもまだちょびっと残ってる。なんかね、似た同じやつがね2パターンくらい、2枚ずつくらい入ってるんですけど、ちょっともうどれがどれだかわからないんで一気にねいきます。素敵ですよね、こんな感じの、はい、これでね60枚この大きいのが入って290円っていうのはちょっと嬉しい。あの、ね、この大きい可愛い花柄のステッカーを使い放題っていうのがね、ちょっと私的にはありがたいです。はい。で、続いてご紹介するのがですね、はい、こちら。これもね、皆さん購入されてる方いるかなと思うんですけれども、こちらはですね、40ピーススローガングラフィックランダムステッカー。お値段の方が155円となっております。これねランダムなんですけど、この文字がランダムになっていて、で基本的にはこのクリアーな、こんな感じのねクリアーのものと、あとはこのブラックに白のこちらがワンセットで入っていて、でこの文字がランダムな感じなんですけど、私これ何書いてあるかさっぱわかんないので、ランダムでも何でも別に OK みたいな感じです。うん、まあ読める方からすればね、多分あのこうちょっと入れたい文字があるんだと思うんですけど、私は全然読めないのでもうランダムで OK です。はい。で続いてご紹介するのがこちらです。こちらもね、うん、もうめちゃめちゃ気になってた商品ですね。40枚ランダム漫画グラフィックステッカー、お値段の方が139円です。安い本当にね安くてびっくりする。でこれね40枚でも実際はこれ2枚ずつ入ってると思うんですよ今見た感じ。ついたか。そう、ほらこんな感じで2枚ずつ同じのが入ってるので、実際はまあ20柄っていう感じかなと思います。はい、こちらカフェデザインですね。カフェデザインの私が一番欲しかったデザインが届きました。このランダム商品で自分が欲しかったのが届くとありがたいですね。ちょっとなんかあのガチャ成功みたいな感じになりますよね。かわいい。こんな感じのラテアートとかあったりとか、もうねカフェ柄が欲しかったんですよね。はい、
かな。ちょっと向きが難しい。可愛いですよね。あとは全部今見せたやつで終わりかな。20画だったかな。あ、そうですね。あとこれですね。かわいい。はい、こんな感じでね。20柄っていう感じですね。全部で40枚になっています。で、これもランダム商品なので、まあ自分が気に入った商品が来るかは、わからないよっていうものですね。はい。で、最後にご紹介するのが、こちらです。こちらですね、200枚ミックスパターン、ランダム素材ペーパー。こちらお値段の方が434円となっております。一番今回、高額ですね。400円台。ね。200柄、あ、やば。袋がね、こんな感じの袋で、かわいい。まあ、さすがに200グも入ってれば、いっぱいありますよね。すごいな。はい。ちょっと、順番に行きましょう。これも2柄ずつ入ってるのかな。切ってですね。かわいい。こんな感じ。で、ちょっとね、台紙からこうやれずれてたりとか、わかります？これ。台紙からちょっとずれてたりとかするものも混ざってたりするので、まあ、お安いのでね、その辺は、許容範囲ない、かな。はい。そう。やっぱ海外ものはね、ちょっと、袋が破れてたり、箱がちょっと潰れてたりとか、そういうのがあってもね、仕方ないっていう感じで購入しないと、届いてからね、壊れてるって思うとね、ちょっとがっかりしちゃうので、ちょっとね、箱が潰れてるくらいに思って購入しておけば、心構えもね、できるかなと思いますね。いや、かわいいな。ちっちゃい。ちっちゃいけど、使いやすそうなデザインですね。これとかも。ちっちゃいけど、使いやすそう。で、今回は、この紙物、シール系とかを買ったんですけど、なんとですね、今日ですね、またシーンさんからお荷物が届くんですよ。それはね、うちの娘のお洋服を買ってみました。なので、ちょっと皆さんにね、子供服をお見せしようかなと思ってね、シーンさんで売られてる子供服って、実際サイズどうなのっていうところも正直あると思うんですよね。まあ、同じくらいの赤ちゃんがね、いるお母さんからしたら、いいのかなって思って、今回、ちょっとね、子供服も買ってみました。で、それはね、届いたら、動画にしようかなと思ってるんですけど、楽しみですね。ね、日本の、その、デザインでは、あんまりないような、デザインがあるので、それが欲しくてね、買ったんですけど、ここの辺はペーパーですね。よいしょ。今のはシールで、この辺は全部ペーパーです。これも全部2枚ずつ入ってますね。ちょっとシールとかね、見づらかったかなと思うんですけど、ごめんなさい。使いやすそうな素材が
わんさかひしめいてる。かわいい。あーかわいい。かわいい。なんかあったな、こういうの。ちっちゃい。あ、これはシールですね。ちっちゃいの。この辺はシールです。これもペーパーですね。200枚って書いてあるので、全部2枚ずつあるので、全部で100柄っていうことですね。このランダムミックスパターンのこの素材、これをね、1個買えば、コラージュはなんかね、これだけでできちゃいますみたいな感じかなと思います。すごい同系色のねデザインがいっぱいある。かわいい。でちょこちょここうシールが間に混ざってる。そう、こうやってね、折れてたりとかするものもあったりするので、もうこういうのはね、覚悟して買ってください。あ、これ私が欲しいペーパーのあれだ。かわいい。これランダムに切って入れてくれてんですよね、多分ね。2枚ずつ。すっごく使えそうなのばっかりですね。紙物の収納もね、このちっちゃい紙物、こういうのの収納とかもちょっと考えないとですね。もうね、最近ちょっとシーンでお買い物しすぎてですね、もうニッチもサッチもいかなくなっております。紙物収納がね。素敵。デザインが違うのか。同じデザインのあれかと思ったらデザインが違うんですね。はい、かわいい。何ですか。これコカ・コーラの注文書か領収書かなんかかな。オーダー表ってやつですね。はい、こんな感じの。こっちがねシールで、こっちがペーパー素材で、ちょっとね分けてみました。はい、こんな感じでね、ちょっと今回シンさんでお買い物してみました。いかがだったでしょうか。今日もね楽しかったよ、さやちゃんそれ気になる欲しいよって思ってくれた方はぜひぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。コメントの方もお待ちしておりますので残してもらえれば嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。